こんにちは、中島健太です。今日もご覧いただきありがとうございます。ですね、今日は、今世界で大人気、むしろ日本で聞くよりも世界のアートマーケットでその名を聞くことの方が最近は多い気がします。具体美術というものについて少し喋らせていただこうと思います。この数年非常にその具体っていう風にね、よく海外のアートマーケットなんかでね聞こえるようになってきたんですが、英語表記だと GUTAI、 日本語では、具体的にの具体美術っていう風に書きます。どういう芸術運動だったかというとですね、1954年から、1972年まで団体として活動していた、具体美術協会っていうものを中心に、具体美術っていうのは捉えられています。その具体美術の中心人物にいた人間っていうのが、吉原二郎という方です。この方ね、すごい方で、吉原製油っていう大きな会社があったんですね。まあ、その吉原製油の御曹司だったんですね、その方。で、本人は画家を志したんですが、多彫と芸術家、二足のわらじを履いていたんですね。そして二足のわらじに収まらず、さらに芸術運動を支援するというパトロンの、側面もあったんです。で、具体美術の作家の中でも特に人気な作家で、白髪和夫さんという方がいらっしゃいます。まあ、いわゆる抽象画です。一般感覚から言うと、よくわからんやつっていうやつですよ。この作品非常に人気が世界であるんですね。高いものになると本当に数億円くらいの値段がつくこともあって、実は2008年までご存命でいらっしゃいですね。僕の作家のキャリアのスタートっていうのが大体2007年とか8年ぐらいなんですね。その当時は白髪和夫さんの作品はおそらく数千万ぐらいだったと思います。それがですね、最近では、海外のアートマーケットなんかでは、まあ、数億円ぐらいの値段がつくっていうことが、あるような気がします。その具体美術のコンセプトっていうのがですね、人の真似をするなっていうものだったんですね。まあ、今世界で大人気、白髪和夫さんどうやって描いていたかっていうことを、今日はねミニチュアで再現してみようかと思います。というわけですね、今日は僕の、左手に白髪和夫先生になっていただきました。え、出たかっていうね、これどういうことかっていうと、まあ、二本足で立っている白髪先生が何かにぶら下がっているんですね。実はこれが白髪先生の制作スタイルでした。キャンバスをそもそも立てかけて描くなんていうことはもう人と一緒じゃないかっていうことで、これをまずバーンと寝かします。寝かしたキャンバスに手で描こうか。手で描いてたら他の奴らと一緒じゃないかということで、たどり着いたのが縄にぶら下がり足で描くっていうことだったんですね。というわけで、今日は右左手白髪先生に、制作を少しこう実演してもらおうと思います。べちゃっべちゃっとこう足に絵の具をつけて紐にぶら下がり、おら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 、人と同じものは作らないのだ、白髪和夫先生はキャンバスの上で踊るのです。楽しい。よいしょ。どうでしょう、画像検索とかねしていただけばいいと思うんですけど、海外においてはですね、必ずジャクソン・ポロックという1900年代の、アーティストと比較をされます。で、彼自身も描くっていうことをいかにその自分の意思と無関係にするかっていうことを考えた結果、キャンバスにドリッピングという手法で絵を描くことを思いつきました。それに対して白髪和夫っていうのは、手で描くってことをそもそも放棄した、手で描くことを放棄することによって自分の意思を超越した作品っていうものを描くことができるというふうに考えたんだと思います。まあ、しかしね、本当にキャンバスの上でこう紐にぶら下がってうね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 動くっていうことをやっていたら、気づいたら作品が奥の値段がついていた。アートっていうのはね、本当に不思議で面白い世界ですよね。ただですね、まあ、ミニシルガー和夫の作品、これ結構可愛いと思ってくれる人もいるんじゃないかな。もうちょっと色足そっか。ちゃんとね、踊らないとね。グニ。グ
おー、いい感じ。どうでしょう、可愛い気がする。これ本当に白髪和夫の作品ってものすごい大きいものが多いんですね。やっぱりこう絵の具が持っているこの厚みみたいなものが本当にこう足でものすごい盛り上げられてて、やっぱり独特の面白さっていうのがあるんですよね。まあ、具体美術っていうのはですね、その後吉原二郎が67歳で亡くなってしまうんですね。それが1972年のことなんですが、あの吉原二郎が亡くなってしまったことで屋台骨を失った、具体美術っていうのはその後解散に向かっていきます。まあ、なので晩年のね、その作家たちっていうのはね、必ずしも恵まれた作家ばかりではなかったと思うんですが、こうやって亡くなった後でも吉原二郎の作品や白髪和夫の作品なんていうのは、世界では評価が高まり続けているんですね。左手白髪和夫先生、今日はどうもありがとうございました。まあ、僕も本当にわからないことだらけのアート業界、まあ、こんな形でね、どんな風に絵が描かれてどんな風に評価がされていったのかみたいなことを、まあ、楽しみながら実演しながら喋っていけたらいいかなと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。